久保さん。あの、今まで僕ね、いっぱいいろんな商品売ってきましたけど、今度はね、R34 を売ったるっていうね、これ1年計画でね、もう10月からちょっともう頭の中で計画を立ててるんですけど、1年間、40歳までの、まあ、勝手にメディアでオークションかけていくっていうね <laughs>。今までいろんな商品売ってきたけど、R34 をセールする、しかも最低落札価格、最低落札、じゃスタートか。スタートですね。1800万からと。 たぶん、あのー、正直、その、一般のお客さんは、あのー、除外ですね、これ。もう1800万スタートなんで。<laughs> で、1800万スタートで買い手、現れるか。現れたら、じゃあ、今、1800万です。買い手つきました。じゃあ、つつ次。<laughs> これ以上、高くつけられる人いますかみたいな動画撮れるんで、1年間ね。これちょっとやってみようかなと。まあ、つかない可能性もあるし、まあ、それはそれでいいんですけど、 まあその、やっぱ R34 動画全然撮ってないんで、R34 売る動画っていうのはね、その動機ができるんでね。うん、僕もいろんなセールス方法をできるなっていう、うん。まあちょっと、これも挑戦ですね。R34 をセールスしていくっていう YouTube 上で。<laughs> 愛車自慢はあるけどね、YouTube 上で愛車自慢はあるけど、愛車売ったるぞ、愛車売るぞっていう動画は、あんまないんじゃないですかね。 しかもその愛車度合いが異常ですよね。うん。愛車度合い異常な人が愛車を手放して YouTube 上で売っていくっていうね。これは結構面白いんじゃないかなと思うんですよね。うん。愛してるからこそ愛のセールスみたいなね。<laughs> そう。だからなんだろうな。あの、僕がその R34 を今回手放そうと思ったのが、あの、やっぱ軽症なんですよね。 一つ。まあ、いろんなもちろんあるんですよ。もちろん価格が下がってたらね、売らないですけど、価格が上がってるのは大前提ですよ。大前提としてあるんだけども、その、僕がその18の頃憧れてた、憧れなんですよ。車を保有するというか憧れなんですよね。で、じゃあ、この憧れは、あの、なんだろうな。今、台数がないのでね、あの、お金持ってても、その憧れを叶えられない人もいたりするわけですよ。 うん、なんであの、まあ、今後どん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 台数少なくなっていくんであのまあその、うん、継承みたいなねあのオーナーまたそのオーナーさんが、うん、それで思い出作ってもらえればこの R34 っていう車で何人の人もねあのい,いろんなその思い出を作れるわけじゃないですかで大切に乗ってくれるオーナーさんがこう引き継ぐれば多分20年後も30年後も あのずっとその僕の車がは廃車になることなくね多分ずっとなんかまあオーナーさん次第ですけどねまあずっと残るんじゃないかなと思いますだから僕が死んでも車は残るんじゃないかなとうんそうまあそういうなんかどうせ死ぬどうせ死ぬのでうーん何かの残していくというかねうん まあそういう考え方もあるっていうね。今までの僕の考え方だったら、まあ R34 は絶対俺のものだ。絶対手に入れたものだから絶対手放さない。絶対。一生乗ったる。絶対。もう一度手に入れたもの絶対手放さない。みたいなね。まあそういう感じで、だったんですけど。ただ、あの、R34 のおかげで、まあ頑張れたっていうね。まあ借金返済できたのも、まあこれを売り払ってね、借金に回すのはね、あの、嫌だと。 だから逆に僕の原動力になってくれたかなと。で、今借金も返したし、まあ違うステージに僕はもうまた一歩、うん、も取るし、なんか違うかなっていうところですよね。うん、なんかいろんな思いがありますね。いろいろ。うん。そう。まあ、久保さんもびっくりしたと思いますけどね。だまあ、あの、まあ、売れるかわかんないですけど、でもね、面白いと面白くなると思うんですよね。結構動画のネタとしては。 吉田さん、ネタとしてやるんじゃないんですかと。いや、もちろんあるんですよ。もちろんネタとしてもあるし、売れるんだったら本当売りますから。ガチで。うん。その希望金額以上の、ね、値段がついてちゃんといけるんだったら、それは売りますから。うん。もう次の買う車も決めてるんで。うん。なんで。だ今めっちゃ見てるんですよ。次買う車を。<laughs> めちゃくちゃ見てますね。うん。まあ。 まあ結局その、なんだ。稼げる人と稼げない人の違いっていうのは、まあ目標設定とかもいろいろあるんだけども、うん。でも、久保さんもそうですけど、じゃあ自己アフリエートを稼げる、じゃあそれで終わってたら1億はいかないですよね。だからそれを横展開していくというか、この伝えていく、教えていくっていうことですね。まあちょっと GTR 売るとはちょっと紐付けは微妙な部分あるんだけども、うん。なんかそういうのが大事かなと思いますね。 考え方うん,なんか俺のものは俺のものみたいなのもまあ時には必要なんだけども時にはそれを手放す勇気も手放す勇気というかね、まあ、常識の話のやり取りもしましたけども時にはその自分の常識が必要な時もあるかもしれないし時にはその常識を手放すことも必要だしうんだから臨機応変に。 やっていくってていいいくうこととが大事かなと思いますねでしかもその絶対っていうところを元に頑張ってきた。で、だけど次のステージとしてその絶対を手放すっていうね。これはちょっとレベル高いんですけど、まあこうやっていくといいんじゃないかなと思いますね。<laughs> いってらっしゃい。